心のチャンネル。普段の様子。今遊んどったやろ、うん、ってことは息切れとったやろ。切れてない。でもいっぱいいっぱい動いとったやろ。本物の聴診器。今多分、うん、自分のでいいから聞いたらものすごい爆音が聞こえると思うよ。本物っていうかほんまに測れるってだけやろ。ほんまに聞こえる。ほんまに、いや医療で使ってるのと同じ企画ってこと。注意事項。あんまり長いことつけとったら耳痛くなんねやんか、うん、爆音が聞こえるから。で、そのそれに向かって喋りかけたらあかんで、絶対息かけるのもダメ、爪でコンコンもダメ、耳が壊れるぐらい、ぐらいほんまに聞こえるやつやから、そろっとこれをコンコンでしたら終わりや、終わりやで。もうそろっと胸元につけてみてん。視野で、今から視野で、そろっとね、そろっと胸元につけてみて。ななちゃん今視野で、ななちゃん今視野で。今ドアの音も聞こえた。え？ちゃうちゃう。自分の心臓が聞こえるかどうか。絶対したらあかんで、ね、鼓膜破けるで。あ、やめときって。あ、やめとやろう、やめときって、マジで。違うから。これ痛い。痛いやろ。痛い、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 痛い。すごいやん。大きい声出したらもう死ぬぜ。ここここ。めっちゃ聞こえる。こやっちまったな。カツン言うた。絶対当てたよ。カーンって当てたら鼓膜破けるで、マジで。危ないものを買ってしまったわ。おい、あのな、グオー言って血管流れとうで。グオー言って流れとう血管。こんなにおとなしく自分の心臓の音を聞いている2人を初めて見たわ。やばい、なんかやばいやろ。じゃあなんか太鼓で言っただけみたいな。ボン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 。え？あなたの心臓太鼓なん？不整脈ですか？いやでも今なボールで遊んだ時やから、絶対もう、うんうんうんぐらいの速さで。で、ちなみに猫は心臓の音がめっちゃ速いねん。泣かれたら終わりやけど、猫の心臓の音聞いてきて。いや、耳にかけてから行くなよ。猫捕まえて耳にかけて心臓に当てる。もうバシッてやられたらもう鼓膜破れるから、ね、あかんやつや。お前、あかんやつや。口開いてるで。大洪水。やばいやばいやばい。動くな、動くな。そんな、そんな言うたらあかん。え？ごめん、撮ってなかった。聞こえる。聞こえた？猫ちゃんの心臓の音聞こえた？食べてもいい。いいや。これ七波。ちなみに七波に、七波の心臓の音どんな音か聞いて。七波、心臓の音聞かせて。じゃあ七波が聞くんじゃなくて、あなたが聞いて。七ちょっと聞かせて。七。じゃあピーピーさして。服のガサゴソ。めっちゃ言うな。めっちゃ早いな、あんた。帰ってきた、若いから。外して、聞こえた？聞こえた。すごいやろ。やばい。たまたま買ったおもちゃやと思ったやつが本物に近い聴診器だったっていう。本物に近い。え、これほんまに、え、これほんまにおもちゃみたいな感じで、おもちゃの感覚で買って、買った1本807円とかする。あかっ。Amazon、Amazon で。え、それにしてこんなリアルなやつ。何その顔、気になる。
パソコン、パソコンは？パソコンは？爆弾。パソコン聞いてみて。パソコン聞いてみて。うん。赤。マジ？花。あ、心やめとき、やめとき、心。なんでそこやねん。うおー言うね、そこやったら。あ、外して、外して、もう外して、はい、回収。回収。最後まで見てくれてありがとう。認めた。チャンネル登録よろしくお願いします。